こんにちは。英語のコーチのすすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回は英会話でよく使う形容詞ということで、全部で9つ、9個ですね、を紹介していこうと思います。でですね、この英会話でよく使う形容詞ということなんですけど、今回は、人を主語にできないもの、人を主語に、主にしないものを、紹介していこうと思います。で、公式ではないですけど、形としては It is 形容詞 for 人 to do って感じですね。ちょっと文法的になってしまうかもしれないんですけど、これは、何ですかね、向こうでは、頻繁に耳にしたし、私自身も、よく使っていたので、9つ今から、紹介していこうと思います。まず1番目、It's easy for me to play the piano well って感じですね。で2番目、It's difficult for me to understand different cultures って感じになります。で次が、3番目ですね。It's hard for us to say goodbye to him.、どんどんいきますね。4番目。It's impossible for me to cook in 5 minutes って感じですね。で次5番目。It's dangerous for you、to walk、by yourself って感じになります。で次6番目。It's safe for us to stay at home って感じですね。で次、7番目、It's pleasant for me to play outside 感じですね、outside ですね。で8番目、It's impossible for us to pass the exam って感じになります。で最後9番目、It's convenient for us to use our car って感じですね。1番から、9番までか、使われた形容詞が、1番目が easy ですね。で2番目が、difficult、3番目 hard、4番目 impossible、5番目が、dangerous ですね。で6番目が、safe、で7番目が、pleasure、ごめんなさい、present ですね、present。で8番目が、possible、で9番目が、convenient って感じですね。それで、1番から、今から、細かい部分を説明していこうと思うんですけど、It's easy for me to play the piano well って感じなんですけど、ちょっとこういうことを言ってみたいっていう感じなんですけど、ピアノを弾くことは、私にとって、私がピアノを弾くことは、簡単だよっていう感じですね。ピアノっていうとなんかこうみんなこう小さい頃からやってるイメージがあるので、こういうことを一度でも言ってみたいっていう感じが、する、文章を作ってみました。この時にですね、ちょっと説明をし忘れたんですけど、 for の後の、人が、大体主語になってるって感じですね。で、これが、意味上の主語ってやつですね。で、it 自体は to 以下を、指していて、特に意味を持たないっていう感じですね。だから、本当の主語は私っていう感じですね。で次いきますね。2番目、It's difficult for me to understand different cultures って感じですね。で私が、違った文化を、理解することは、難しいっていう感じの文章ですね。これは私が、アメリカ滞在してて、結構、痛感した感じですね。世界って本当に広いんだなっていう、印象を受けた、ちょっと文章を作ってみました。それで、different culture なんですけど、前ビデオでも申し上げたんですけど、私の友達がですね、エチオピア人だったんですけど、彼が、ペットとしてライオンを持っていたっていう、結構文化がだいぶ違うなっていう感じを、印象を受けたものの、一つですね。で次いきます。3番目、It's hard for us to say goodbye to him って感じですね。これは何ですかね、彼に、さよならを言うことが、だいぶ辛いよっていう感じですね。でこの辛いとか、ちょっとなんか心苦しいような時は、大体 hard が使われるって感じですね。これは硬いの意味じゃなくて、辛いとか、結構大変だっていう感じで、使える形容詞の一つですね。
で、次いきます。4番目、It's impossible for me to cook in 5 minutes って感じですね。これは、まあ、5分以内で、まあ、料理をすることが、まあ、できませんっていう感じですね。まあ、だから、こういった場合に、まあ、なんですかね、缶詰になった食べ物とかを、まあ、用意すれば、まあ、そういったことは、まあ、できるって感じですよね。ただ、本格的に、なんだろうな、まあ、料理をするとなると、まあ、5分では、まあ、うまくいかないよっていう感じで、文章を作ってみました。次いきます。5番目ですね。It's dangerous for you to walk by yourself って感じになります。これは、まあ、あなたがここを、まあ一人で、歩くには、まあ、ちょっと危ないよって感じですね。まあ、結構こういった場所というのは結構多くて、まあ英語圏ですね、まあ、人通りが特に少ない場所を、まあ、避けていただければって感じですね。まあ、こういった感じで人通りがどうしても少ないところは、まあ、結構危ないって感じですね。それで次、6番目ですね。It's safe for us to stay at home って感じですね。で、まあ、私たちが、まあ、家にいることは、まあ、安全だよって感じですね。これは、まあ、もう皆さんもご存知のような今の状況なので、まあ、そういった意味で、まあ、例文を作ってるんだって感じですね。で、次、7番目ですね。It's pleasant for me to play outside って感じですね。まあ、私が外で遊ぶことは、本当に、喜ばしいものだって感じですね。で、まあ、このプレゼント、これはまあ楽しいとかって、まあ、そんな意味で、まあ、今回はちょっと例文を作ってみました。で、次いきますね。8番目。It's possible for us to pass the exam って感じですね。まあ、こういうことをちょっと軽々と言ってみたいものなんですけど、まあ、私が、何ですかね、試験に合格することか、試験に合格することはまあ可能だよっていう感じですね。まあ、これはちょっと受験生とか、まあ、そういった感じの方のに向けて、まあ、例文を作ってみたって感じですね。で、最後、9番目、It's convenient for us to use our car って感じですね。で、これは、私たちが、まあ、なんだろうな、自分たち自身の車を使うことが、まあ、便利だっていう感じですね。まあ、レンタカーとか、あとはカーシェアとか使うよりも、自分たちの、車を、使う方が、まあ、なんですかね、まあ、便利だなっていう感じで、文章を作っていました。今日はですね、まとめとして言っておくと、英会話でよく使う、形容詞ということで、今回は、人を主語にしないものを、紹介していました。で、まあ、形容詞だけ言っておくと、easy とか difficult とか hard とか impossible とか dangerous とか safe とか、それから present とか、possible とか、あとは convenient って感じですね。で、まあ、なんだろうな、ちょっと possible に関してもう一個言わなかったんですけど、impossible も、使えるって感じですね。で、なんだろうな、もう一回公式を言っておくと、it is 形容詞、まあ形容詞 adjective ですね。で、それから for の後に人が来て、to do で表せるっていう感じですね。で、もう一回今日言った例文を最初から言っておくと、1番目が、it's easy for us to play the piano well って感じですね。で、次2番目、it's difficult for me to understand different cultures って感じですね。で、次に行きます。3番目、It's hard for us to say goodbye to him って感じですね。で、4番目、It's impossible for me to cook in 5 minutes って感じですね。で、5番目ですね、It's dangerous for you to walk by yourself って感じですね。で、6番目、It's safe for us to stay at home. で、次、7番目。It's pleasant for me, to play outside って感じになります。次、8番目。It's possible for us to pass the exam っていう感じですね。で、最後、9番目が、It's convenient for us to use our car って感じですね。
ですね、ちょっと6番のところで、ちょっと申し訳ないです。ですね、まあ、これ今 iPhone でこう撮影をしてるんですけど、突然、iPhone に電話がかかってきてしまいまして、なんか変な部分でちょっと途切れてしまったっていう感じですね。まあ、こういうアクシデントがどうしても起こっちゃうって感じなんでしょうね。ちょっとここで見づらい部分があったのであれば、ちょっとお詫びしておきます。今日は英会話で、まあ、よく使う形容詞を、9つ、紹介してみました。どれも結構簡単に使えるものばかり、ですね、例文作ったつもりなので、まあ、もしよければ活用していただければ幸いという感じですね。さよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。